むむ、これはエクスペリア Z3 コンパクト。では早速試させていただく。お、思ったよりも軽いな。しかしこの青は美しいな。非常に洗練されている。 iPhone6 Plus と比べてみよう。サイズ感はこんな感じ。コンパクトなのにもかかわらずハイレゾオーディオに対応、 4K ビデオが撮れる。実際に撮ってみよう。とても鮮明に撮れるな。そして今回プレイステーションリモート、こちらの機能も使える。こちらのスマートフォンを使ってプレイステーション4のゲームもできるぞ。コンパクトにまとめた至高の一品、エクスペリア Z3 コンパクト。ぜひ入手した一品だ。今回の一品、一言で表すなら、軽い。軽いながらも妥協点が見当たらない素晴らしい至高の一品だった。